これから始まる追走という競技にですね、これから、スポットを当ててちょっと解説をしてみたいと思います。辻はまだかな。辻さん早く来てください。はい、行きます。行きますって君運転できるのかいな。ちゃんとどうやってバックするんですかこれ。皆さん楽しんでますか。寒いけれどもね、せっかく来たんだからエンジョイしてってくださいね。はい、ありがとうありがとう。辻どこにおるんかいな君。今行きます。はよはよ。ちょっと今だからちょっとドリフトしちゃおうかな俺。ドライバー待ちです。ほら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 、はい、ポイント100点。はい、100点、100点の人ありがとうありがとう。次君が来ないからポイント100点出しちゃったよ俺がどこにおるんやん君。これね、ノーマルなんですよ、BMW。たすごいでしょ。この車ね、東京ベイっていう、目の前にあるお店の新車なんですけども。ほほ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 ほ。ちょうどさ、うん、辻君が持ってくる予定だったんだけど、うん、バックができなくて、バックが全然できなかったんだよ。お前、あほかお前。俺呼ばれたの今、慌てて弁当食ってたの。ちょっと怖かった。はい、教えてほしいんだけど、はいはいはい、追走これから始まりますね。はい、追走、まあこれ今いい位置に置いたね。これね、すごいビタビタですけど。そう。いやでもね、これってね、ちょっとカメラさん、カメラさん、運転席から、はい、ちょっと。青い車を撮ってくれませんか、こっちで。ここカメラさん、こっち。カメラは来てない。カメラはこっち。カメラ動いてないの、まだ。じゃあね、ここから見た景色っていうのが、うわ、まあ、すげえ。これぐらいなんです。こんな感じで見えてんにゃ。そうです。ここが皆さんに見せたいところで。ここにいたらやだね。ここに横に80キロぐらいで横向いて雨の中いるわけですよ。すげえな、よう考えたら。うん、でこれがね、まだ近いっていうほどの距離じゃないわけですよ、はい、D1 で行くと。そうだね、この距離だと、はい、もうちょっと合わせんの。これはビタビタに入ろうというとこで、うん、完璧なビタビタじゃない、まだ入ってない。いや、これ入る気、はい、ビタビタのところまで近づけますよ。ビタビタ今合わせんの。ビタビタまで近づけますよ。ビタビタバックで、俺たちがバックで合わせなきゃいけないのをこの80キロぐらいで走りながらやってた、あいつら。ああ、ビタビタってもうドア開けますよ。これこれ、ドア開かんぐらい。いや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 、これこんな近いよね。すげえな。これカメラさん、これちょっとこっち、すいません、人が入れないですよ。だってミラー当たるもん。カメラさん、人入れない。カメラさん、こっから、このぐらいの青い車撮って。ほら、これ。もっともっともっと、もうちょっとこういう感じで、目線から。はい。これぐらい。つまり、後追いのドライバーはこういう目線で見てるってことですね。そう。ちょっと見て見て、このぐらい。あ、まだこんなに空いてたな。もっとだね。まだ行くの？もっと行くでしょ、だって行くやつは。でも、このビタビタの合わせ方めっちゃかっこ悪いですけど。なんで？前出てバックするって。あ、そうだよね。この合わせ方がね。行くやつは、はい、おらおらおら。この、平島と、それから川端なんかが、意地の張り合いでやった時は、ギリギリや。近い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 。近い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 。方に当てないあ、近い近い近い。ストップストップストップ。うおー。近いよ近いよ近いよ。近い近い近い。これぐらいこれぐらい。はい、これはビタビタやな。これはちょっとかなりビタビタです。そうです。これが D1 です。これ、ね、駐車場でもこんな状態で止まってないよね。こんな駐車場でこういう状態になってたら完全に揉めますね。揉めるよ、ね。ここからカメラさん。揉めるよ、これ。こっちから撮ってください。ほら、これ鈴木学のとこ撮ってください。これぐらいです。でもさ、
たまにさ、あれ2人の走り見てると、うん、こうカウンター当てながら、うん、こうやって見てるよね。見てるよね。見てるよね、こうやって。じゃあ目合うよね、これだと。合うよね、これ確実に合うね、目が。確実に合うね。うん。やだね。これが藤野で、そっちが川端。そんな感じで。うん。で、たぶんたまにその後、こういう来る動きになるよね。当たったら当たってんじゃねえか、みたいな。それが濡れてる路面の上で行われる。さらにこの白線があるんですよ、ここ。うん。これがもうおかしい、頭が。すげえな、確かに。すごいね、これ。とんでもない距離ですね。降りられないんだけど。これが D1 グランプリ。これをまっすぐ動かすのも慎重になっちゃってるよ、俺。あ、逃げた。このぐらいね。いや、ちょっと降りられないんだもん、だって。出らんねえんだもん。これが D1 グランプリの追走ですか。はい。学さん。そうです。で、今、さらにこれ言ったのは、これさらにね、こういう状態もありますよ。さらに角度して、角度止めしてる、待ってる。なるほど。待つというのを、うん、さらに前の車よりさらに角度をつけて、うん、これ今、この状態がそうですよね。前の車まで角度ついてますね。はい。ここがね、ちょっとミスって戻り気味になってきてるんですよ、うんうん。で、ちょっと失速気味で中に入っていっちゃうところを、うん、自分もそれについていっちゃうと角度なくなっていっちゃうんで、うん、さらに角度をつけて、回転を高めて、角度止めして待ってる状態。うん、なるほど。確かに、うん、置いたらこうですね。そんな状態もあると思います。それがこの後繰り広げられる。繰り広げられます。それがすごいスピードでやられるわけですから。そうです。そうですね。今止めてやってんのに俺たちギリギリでなんか止めてやってんのに何回もやり直してたもんね。はい、さあ、じゃあそろそろ。そろそろ、はい。時間ですか。やろうと思います。帰りましょう、辻君。帰りましょう。辻君、これバックできないんだよね。いや、バックができなかったんですよ。すごいよね。ね。こういうことやってるんですよ。皆さん、この後追走、じゃあ楽しんでくださいね。その前に俺もドリフトやっちゃおう。危ないよ、あいつ。あいつ、あいつ、危ないよ、あれ。それ、俺合わせてったら大変なことになるから、俺絶対合わせないよ。はい、100点。2017 D1 グランプリシリーズ東京お台場で開幕。2016年最終戦からおよそ5ヶ月、初戦はあいにくの雨模様。しかし待ちわびた多くのファンが会場へと足を運んでくれた。観戦エリアへの入場はもうすっかりおなじみのハイタッチで、選手もこれで盛り上がっていく。最初の見どころは完走決勝。走りを待ちわびていたのは選手も同じ。いきなり壁ギリギリでテールを振り出していく。そしてこんなことも。完走上位16名による追走トーナメントもバチバチバトルのオンパレード。 DVD では選手の生声もたっぷり収録。タクソー、危ねえじゃねえか。変わった。車が良すぎるっていうのもね、ダメなんだよ。わからない。そして注目の新車情報や帰ってきた D1 ギリギリグランプリ。これギリギリグランプリシリーズのラウンド1の追走での優勝は川田。 D1 イメージガールもご紹介。 D1 ファンのコレクターズアイテム、 D1GP オフィシャル DVD 第1弾ラウンド1東京ドリフトは全国書店、ダイレクト通販、アマゾンにて4月26日発売です。